こんにちは。今日はですね、高波動スピリチュアルマスター養成講座ジンですね。今めっちゃ噛んだんですけど、はい、はい、ちょっとそれについてお伝えしていこうかなと思っております。はい、10月にね、はい、今度開催する予定なんですけども、はい、まあそもそもですね、この前吉田式カウンセリングについてお話しいただいたんですけど、うん、どうやったらその吉田式カウンセリングができるようになるのかってお話をね、今日してもらって、はい、まあそれで講座内容についてもね、説明していけたらなと思っております。うん、はい。それに、はい、まあ毎回なんですけど、はい、講座魂のコアを解放する ID を皆さんにお授けするんですよ。はい、それでお授けした ID が始動すれば、うん、誰でも実は魂のコアを解放できるようになるっていう、うん、まあ裏技みたいなやつですけどね。はい、これ僕しかできない、直接やらなくていいんですけど、うん、それを確実にやることによって、うん、その人の、まあ、自分自身のそのコアの、はい、まあ、エネルギーを、まあ、自分で解放できるようになる、他人とも解放できるようになるって感じで、カウンセリングとして自己カウンセリング、他者カウンセリング全部成立する感じですかね。はい、まあなので吉田さんがちょっと能力を開くって感じ。そうですね、霊気みたいな感じなんだから、ただの本当に物理的、まあ理論的なカウンセリングではなくて、サイキックカウンセリングみたいな感じです。霊的につないでしまって、そこから自動でカウンセリングして、魂と心が本当に落ち着く感じにしてしまう、思考によってやるんじゃなくて、魂のコアの方と魂のコアの方、まあ両方を ID によってつないで、そこから魂のコアの思いを出して、そことつながることによって自動で精神の悩みを解決するっていう感じですかね。はい、はいはいはい、ありがとうございます。で、まあこれを、まあ、養成講座では2泊3日で行う。そうですね、前はね、毎月1回でやってたんですけど、やっぱり前の月になったことを忘れてしまうっていう精度が落ちちゃうんですよ。やっぱ 100% が 50% も落ちちゃうんで、うん、毎回これをね、なんとかするのはすごい大変で、はい、エネルギーロスになってる。だったらもう泊まりでやるか、うん、まあ通いでやって、どっちでもいいんですけど、毎日やることによって一気にロスを最小限にしてやろうって、うん、前の日にやったことって結構覚えてるんです、はい、そうやってもう畳みかけるようにしてやってしまうっていう、うん、ロス最小限の方式を採用しました。ということで今回は2泊3日で、まあ、吉田がでそのカウンセリングを伝授するっていうのかな。そうですね、はい。で、内容としては、まあ、伝授と、あとは実践ですね。実践ですね。まあそのサイキックカウンセリング法の、まあ、実践、こんな感じでやるっていう、まあ、お試しで前にもやった時は、結構すごいことがいろいろ起きたんですけどね、奇跡的に変わるっていう、なんかそういう一発でできるっていうことをね、ちょっとまあ実演で見せたりするんですけど、吉沢さんが見せてくれる。はい、毎回やってるやつ、また今回もやろうと思ってます。はい。皆さんの前で実演もしますし、伝授もします。で、その上で受講生同士でカウンセリングの練習をまずは。ヒーリングの時もそうなんですけど、ランドリーって言って、お互いにやって悩みをサイキックカウンセリングでお互いに解放して癒し合っていくっていうことをやります。はい、やります。で、あれはやります。お客さん呼んで。実践またやろうと思います。最後にやるとね、すごく緊張してでも楽しいっていう実力がつきますよね。なんでね、そうですね、よくあるのがカウンセリングを学んだけど練習する相手がいないって結構あるあるなんで、結構言われるんでね、そこ練習する相手もね、こちらで最後用意しますので、用意しますので実践まで持っていけるように指導させてもらおうと思ってます。はい、はい、なので、まあ1日目伝授、2日目がまあ実践と、3日目はもう本当の実践みたいな感じで、それで2泊3日で吉田のカウンセリング法を学んでいただくと、いうような内容で大丈夫ですね。はい、大丈夫です。ちなみにじゃあ、多分これを受けたい方って、なんだろう、本当にカウンセラーとかヒーラーとして活動したい方だと思うんですよね。これを受けた後、どんなことすれば実際にじゃあ活躍できるとかってあります？もともとカウンセラーとしてやってる人はレベルが段違いにあるんですごくいいんですけど、そうじゃない人は新たに自分でね、金看板作ってまあ脱サラ所得した人とかね、まあ確かにまあゼロだからゼロスタートだから、そういったことはまたマーケティング的にもね、別なのがあると思うんで、そこら辺もね、まあ必要だったら少しずつね、前も言ってたけどね、マーケティング的なアドバイスとか、そういったことも必要だったら、まあできたらいいかなとは思ってます。はい、あれは実際練習って大切ですかね。大事ですよね。いきなり本番でボンボンお金もらうって難しいと思うんで、やっぱり無料とかでやる人を、まあ、身内から始まって少しずつやっていくっていうのも大事だと思います。自信がねまだないから、最初の30人ぐらいはやっぱ無料でやってみて感じをつかんでいくっていうのはすごい大事だと思うんですよ。そうですね。結構それやっていくとあれですよね、今までのお客さん見てると30人とか50人やっていくと、結局お金払って受けたいって人が出てくるんですよね。そうなったら初めて考えるっていう、そうですね。はい、まあそうやってどんどんちょっとずつお客さんが増えて、リピートしてって感じしてもらってって感じかな。そうですね。人もやっぱりタイプが違うんで、よく喋る人とか全然喋れない人が流れ喋り始めたら止まっちゃって、また喋り始めて止まっちゃって、こういういろんなタイプをしているんで。それをやっぱり20、30人はやっていかないと分かんないかなっていう感じはしますよね。ですのでイメージとしてはそうですね、2泊3日の来てもらって、さらにちょっと練習して、そこからまたさらにねモニターつけてやってもらったり、それはご自身にあと委ねられるんですけど、そこの本当に必要な技術に関してはきちんとお知らせします。で過去ね、うちの学んでモニターからどんどんお金もらえるようになったっていう人もいらっしゃいますので、カウンセリングのパックとか作って、もう本当数十万円でやられてる方もいますしね、大勢いますので、そこはご安心いただけたらなという感じですかね。はい、ありがとうございます。なんか他伝えたことってありますか？間違いなく自分自身が本当に変わります。なのでその状態で、他者にもそのエネルギーをお分けするみたいな感じになっていくとは思うんですよね。だから、通常の上から目線で偉そうな先生商売とかそういうのはないので、本当にお客さん目線に立って一緒になって解決していくっていう感じですかね。ありがとうございます。そうですね。あと、説明会ですね。説明会をまた YouTube ライブでやります。詳しくは説明会でやって、それが8月の26日ですね。説明会やりますので、これは20時から、26日の20時から説明会やって、そこでね、またもう一回詳しい説明をやったりとか、吉田さんにね、質疑応答してもらうっていうことをしようと思っております。ので、ぜひそちらをね。で、8月26日の説明会後すぐに申し込み開始にしようと思っております。ので、そうですね、今回も募集人数は、10人かな、最初は、10人でやろうと思っておりますので、かなり少ない人数でやろうと思ってますので、お早めにね、興味ある方がお申し込みいただけたらなと。この前の点も結局もう本当、受付開始してすぐ埋まっちゃったので、増やしましたけどね、結局それで増やしましたけど、今回は増やすかどうかは状況次第ですね。絶対増やすとは言えないので、様子見ながらなので、そこは興味ある方はお早めに申し込んでいただけたらなと思っております。ということで今日は高波動スピリチュアルマスター養成講座ジンについてお伝えしました。ありがとうございました。それではチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。